よろしくお願いします。まず、まず、発表、講演の前に簡単に自己紹介させていただきます。私、国立遺伝学研究所の大量遺伝情報研究室の特任研究員の藤沢隆友と申します。昨日今日とお話しされたボーノさんとは隣の建物で、よく、お会いするというような位置関係で、さらに、ここに1階、3階に同じ建物の3階にいるんですけど、2階が DDBJ の、アノテーションを査定を行っている、構築チームという、ところがいて、割と、コミュニケーションを取れる状況であります。私自身は、NBDC の、統合データベースプロジェクトにおける、微生物と、統合微生物 DB マイクロビー .jp という、東工大の黒川先生が、PI されている、微生物の、データベース開発にも関わっておりまして、また、ボスである中山さんが、1996年に開発されて以来、ずっと、開発運用されているし、卵巣の、ゲノムアノテーションデータベース、あと根粒菌の、ゲノムアノテーションデータベース、リゾベース、シワのベース、リゾベースの、開発と運用を、今行っております。で、統合プロジェクトに来る前、それまで、大学院の後、製品評価技術基盤機構という、独立行政法人、その後に、カズサ DNA 研究所という、日本の中で、ゲノムシーケンス機関に、トータルで、8年在籍しておりまして、その間、微生物の、ゲノムアノテーションを中心に行っておりまして、現在も共同研究レベルで、ゲノムアノテーションを処理しているという状況です。それ以外に、割と今、セマンティックウェブ技術という、データに意味を載せるという、載せてデータを統合するという、取り組みをしているんですが、そのうち DDBJ の、リソースの RDF 化や、それに関連して、ユーザーの目線から DDBJ 塩基配列登録データベースシステムの開発にも関わっております。で、まず、タイトル、微生物における NGS データからゲノムアノテーションまで、ちょっとざっくりと、広い、何を話すか決めてなかったので、ちょっと広く取らせていただいたんですけど、昨日、川野さんの、講演資料を見させていただいたら、準備したところがかなりかぶっていた状況なので、ちょっと慌てて、ゲノムアノテーションより、よりちょっと、泥臭いところなんですが、ゲノムアノテーションの細かいところを、関連するデータベースと合わせて紹介しつつ、演習を行っていただければと思います。でもちょっとまず、ゲノムアノテーションと皆さんの関わりについて、なんとなく、把握させていただきたいので、一つ目の質問、ゲノムアノテーションに、したことがある、ゲノム配列、完全長のゲノム配列を決定する論文に、強調になるとかでもいいんですけれど、ゲノムアノテーションに、関わったことがあるって方いらっしゃいますか？2人。ありがとうございます。で、2番目、これからゲノムアノテーションをする、予定がある、NGS データを抱えてて、ゲノムを登録したり、アノテーションしたりしなければいけない可能性がある、予定してるって方いらっしゃいますか？いや、はい、ありがとうございます。あまり多い と、すごくつまらない内容になってしまうかなと思ったんですが、数が少なかったのでちょっと経験されている方には少し物足りないインフォメーションかもしれないんですが、今後、ゲノムアノテーションについてお話しさせていただきます。まずゲノムプロジェクトの流れなんですが、NGS で、シーケンシングされた後、デノボのアセンブルもしくは、リファレンスに対して、マッピングから、コンセンサス配列を抽出してっていう、ファスタレベルの塩基配列を、決定した後、その後ゲノムアノテーションをして、さらに、ゲノム情報をアウトプットする、最終的に論文、例えば、
今ですとゲノムアナウンスメントだとか、シグスって言ったような、まあショートレポートだったり、ゲノムの構造アノテーション機能アノテーションやを、論文化するっていう流れの前に、INSDC に、データを登録して公開するっていう手続きが必要になります。で、ちょっと DDBJ 関連サービス、昨日川野さんの方から DDBJ リードアノテーションパイプライン、マイギャップについてご紹介あったので、NGS のリードから、ざっくりゲノムアノテーション、まあ、ファンクションアノテーションまでマイギャップやってるんですけれど、ちょっと、マイギャップの出力結果っていうのがそのまま DDBJ に登録できないっていう、ちょっと、まあ、質の問題だったり、フォーマットの問題だったりするんですが、あります。で、最後の方でちょっと紹介させていただきますが、我々開発している、ゲノムリファインという、ゲノムのデータを、クレンジングして、きれいにする、できるだけ自動できれいにして、かつ、マニュアルでも、編集できる環境を提供するといった、ウェブサービスを開発していますので、こちら紹介したいと思います。で、まずちょっとゲノムアノテーションの概要について、すいません、ちょっと入れ替わってますね。目次としてはゲノムアノテーションの概要を説明した後、ゲノムアノテーション関連のデータベースツールの紹介、まあ、ちょこちょこ、触っていただきながらをと考えています。で最後にゲノムリファイン と、まあ、連携しているマイクロブ DB.jp の紹介させていただきます。で、これゲノムアノテーションの系譜、実際に、国際 INSDC 国際塩基配列データベースに、ゲノム配列アノテーションが、登録されたって公開された後、割とこれ、シアノバクテリアの、SLR0473 という、遺伝子、の、についてなんですが、その INSC、こちら DDBJ、ENA、ジェンバンクでデータ共有して、毎日、交換し合っている状況なんですが、こちらから例えば、レフセック、サードパーティーのアノテーションに、データがトランスファーされて、独自のキュレーションがされています。で、まあ、我々か、運用しているシアノベースは、もともと上総 DNA 研究所で配列を決定したシアノバクテリアの、ゲノムアノテーションを登録したので、ここからダイレクトに入れた部分もあるんですけど、その後、シアノバクテリアが複数決まっていって、それらも取り込んでいく過程でレフセックのデータもインポートするといったような、処理をしています。で、ケック自身は、基本的にはレフセックからの、ゲノムアノテーションをインポートした後、また独自のキュレーションをしていると。で、こちらちょっと、今はそれほど、アクティブはないんですが、シアノバクテリアのコミュニティゲノムアノテーションのデータベースというものを、京大の、金沢県の方で、開発されて、こちらで、シアノバクテリアの研究者コミュニティでアノテーションしましょうと、みんなで編集するといったような、取り組みがあったんですが、まあ、こちらのデータベースも結局から、インポートした後さらにキュレーションする。で、どんどん、データキュレーションして、それぞれ、アノテーションというものが、違うアノテーションが、分散していくという状況です。で、ただ、ゲノムアノテーションの起点になっているのはやはり、登録される INSDC、DDBJ、ENA、ジェンバンク、こちらのアノテーションが基準になるという、状況です。で、すみません、ちょっと繰り返しになるかもしれませんけど、INSDC 国際塩基配列データベースは DDBJ、NCBA の、と ENA、EBI、これらが、もともとは、アノテーション、配列アノテーションファイルを、交換するというところからどんどん、NGS の、リードデータだったり、サンプルや、プロジェクトといった、メタデータをも、交換するといった、取り組み、どんどん拡大している状況です。で、ちょっと戻るんですが、まずアノテーションとは、何でしょう。まあ、これウィキペディアの日本語版から引っ張ってきたんですが、
アノテーションとはあるデータに対して関連する情報、メタデータを注釈して付与することで、これ、別にアノテーションなので、画像に対して、これ僕の、写真なんですが、この顔を認識して、これが私で、藤沢貴友であるっていう、これもアノテーションです。で、まあ、テキストに対して 何らかの情報を付与するとかっていうこともありますし、この場合には画像の、この領域に対して、僕の名前がタグ付けされるっていった、こういったものも、アノテーションです。で、ゲノムアノテーションというと、いろいろな意味があるんですが、まあ、ざっくり配列に対して、どこが、遺伝子領域かで、その遺伝子が、まあ、CDS で、どういう機能をしているのか、こういった、アノテーションをすることが、ゲノムアノテーションであると。で、ゲノムアノテーションのフォーマット、やはり、さっき、申したように、INSDC の配列エントリーというのが、まあ、ゲノムアノテーションの割と、スタンダードの一つとして扱える、アノテーションフォーマットファイルであると。で、まあ、それ以外にも GFF3 という、まあ、基本的に、旧カラムのタブ切りのファイルなんですが、どちらかというとこちら、構造アノテーション、ある配列に対してどういう、生物学あの特徴、ジーンなのか CDS なのかメッセンジャー RNA なのかっていう、これがシーケンスオントロジーという、コントロールドボキャブラリーで、ちゃんと書きましょうという仕様が決まっているんですが、それ以外、9から目のアトリビュートのところで、ID とかペアレントとかネームっていう、まあ、ある程度予約されたタグで、情報を記述する、目的で、よく行指向のでハンドリングされやすいので、のと、あと割と、GFF3 に対応した、例えば G ブラウズ、J ブラウズのようなゲノムブラウザに、インポートし、できたりとか、そういった用途で割と使われているんですが、機能アノテーションに関しては割と、まあ、ネームイコールなんとかとかっていう記述する方法はあるんですが、割と方言がいっぱいあると。で、他にのフォーマットの一つとして GTF フォーマット、ジーンアノテーションフォーマット、これ、リバイスドアンサブル GTF なんですが、こちらより、まあ、GCDS メッセンジャートランスクリプト、の他に、スタートコドン、ストップコドンをちゃんと書きましょうっていう、割と遺伝子の構造アノテーションをより、バリッドに記述するためによく使われるフォーマットで、まあ、最近 GFF の方言よりも、例えば SNPF という、スニップアノテーションスニップ解析を行う、ツールの DB に加わせること、アノテーションデータとして加わせることができたりとか、割と、使われているフォーマットです。まあ、ただ、すみません、繰り返しになりますが、ゲノムアノテーション、とは、何でしょう。まず、よくあるのがゲノム構造アノテーションと機能アノテーション、ストラクチャーアノテーションとファンクショナルアノテーション、遺伝子のどこからどこまで、どういう構造をしていて、もしくは、まあ、リピート配列が、どこからどこまで、がリピート構造なのかっていうような注釈をすることで、遺伝子の、機能アノテーションっていうのは、遺伝子の機能に対して例えば、酵素名だったり、遺伝子ジーンシンボルを付与するような機能アノテーションをする。でそれ以外にもう一つ、メタデータのアノテーション、最近そのゲノムのプロジェクトやサンプル情報も、ゲノム関連リソースを、きっちり書きましょうという流れで、こういったものも、ゲノムアノテーションに、まあ、講義に含めていいんだろうというふうに考えています。で、そう考えると、ゲノムアノテーションとは何かというと、ファスター形式から INSDC 配列エントリー形式に、コンバートするといったような、つまり、この矢印を、まあ、もちろん、逆は、自動的にできるんですが、こちらをなんとか、すること、これ自動だったり、マニュアルで、頑張る
で、アノテーションするっていう、作業が、ゲノムアノテーションになります。で、でそこで、ゲノムアノテーションの公開形式である、ILSDC 配列エントリーについてちょっと理解を深めて、いきたいと思います。で、まあ、合わせて、それに関連したデータベースやツールについて紹介します。でまず、まあ、ちょっと繰り返しになりますが、アノテッドシークエンスが、まあ、交換されています。で、これ、配列エントリー一番、まあ、皆さん、に、知ってるのはジェンバンク形式だと思いますので、ジェンバンク形式の、ファイルを、こちらに表示しています。で、まあ、ざっくり言うと、まずメタデータの部分とバイオロジカルフィーチャーの部分に、分けることができます。ここ、ソースフィーチャーという生物学的な特徴を記述する部分でもあり、オーガニズムだとか、ちょっと、ゲノムの、位置情報からとは違う次元のメタデータを記述する項目でもあるので、ちょっと、メタデータであり、バイオロジカルフィーチャーの部分であるといった、記述する場所になってまして、次に、まず、ちょっと、細かく、いろんなアスペクトで、配列エントリーを眺めていこうと思いますが、ILSDC の、配列アクセッションの他に、違う形 DB で管理されているバイオプロジェクト、バイオサンプル、あとタキソノミー IDB、これといった情報が、こちらに埋まっていると。でこれら、もし配列を、決定した後 DDBJ だったり、ジェンバンクに登録するときに、タキソノミー、これらの、データベースエントリーも一緒にメタデータを記述して登録してあげる必要がある。もしくは、既存の、エントリーの ID をアサインして、同じサンプルであるといったようなアノテーションをしてあげる必要がある。で、もう一つ、ローカスタグプレフィックスという、バイオプロジェクトにおいて登録する、これ、遺伝子 ID に相当する、遺伝子を、ユニークに識別する、情報で、ゲノムプロジェクトごとにユニークなプレフィックスが、を登録して、記述するということが決まっています。こういった情報が、まず、含まれていると。でちょっと、ごめんなさい、この資料に関して、遅くなったんですが、こちらの、リンクに、PDF の資料ちょっと重たいのかな、ありますので、基本的には、資料の中に、をクリックアブルに、リンクを埋めてありますので、ポチポチ、見ながら話を聞いていただけると、思います。ちょっと、ハンズオンという形が、初めての経験なのと、資料を、先ほど完成してできたのが80数枚とほとんど1分に、1枚喋らなければいけない状況だということに先ほど気づきまして、なるだけ、まあ、早めに回していきたいと考えてます。ちょっと遅いですね。あとすみません、まあ、話はしてるんですが、遠慮なく、分からなかったり、なんか質問がありましたら、躊躇せず、お声かけください。はい、一応ダウンロードできます。で、まず、こちらから行った方がいいかな。このエントリー、あれ？すいません、リンクが間違ってますか。
あれ、お、今度行った。こちら、ゲノム配列エントリー、なんですが、基本的に NCBI のサイトを見ています。で、クリッカブルになっているのが、INSTC の中で、管理されている、もしくは、まあ、あの NCBI の方で独自に、リンク情報を管理しているものが、クリッカブルな状況になっているんですが、まずざっくり、バイオプロジェクト、バイオサンプル、あと、まあ、オーガニズム、もしくは、ソースフィーのところに、書かれているタクソンコロン、1719という、まあ、その辺をクリックしていってもらうと、バイオプロジェクト、バイオサンプル等が、どういう状況かなというふうに、理解できる、まあ、プロジェクト情報なんですが、これプロジェクトタイプ、ゲノムアノテーションの、プロジェクト、配列決定の、プロジェクトなので、ゲノムシーケンシングという、プロジェクトタイプがついて、先ほどお話したローカスタグプレフィックスが、CP12C、というプレフィックスがこのプロジェクトに対して、登録されていると。それ以外に、まあ、スコープとしてこのプロジェクトは、他に、どういうスコープで解析したのかっていうようなのが、複数記述することができるようになっています。あと、プロジェクトデータとしては、まあ、塩基配列が、何個だったり、CDS、プロテインコーディングジーンが、いくつだったりとかっていう、情報と、あと、後で紹介するアセンブリー、アセンブリーに対して、最近、NCBI、EBI の方で、交換を始めている、アセンブリーデータベースというものが DDBJ の、今年度、開発を予定しているという状況なんですが、こういった、リンクがあります。ですいません。で、ローカスタグの、技法、ちょっとずらずらと書いてあるんですが、基本的には、ユニークなものを、取って、登録しなさいねっていう話と、アンダースコアを含めちゃいけませんよ。アンダースコアより手前がプレフィックスで、その後ろが、シリアルナンバーだったり、まあ、英数字も入れていいですよ。で、基本的には CDS とか、メッセンジャー RNA とか、5-UPR、3-UPR、といったような、まあ、この辺に、遺伝子の構成、遺伝子 の、を構成している、フィーチャーに対して、同一の遺伝子だったら同じローカスタグをつけなさいといったような、ものが、2005年に、提案されてから、現在まで、ずっと継続して、プロジェクトに対してユニークな、遺伝子 ID に相当する、ローカスタグというものが、INSTC で管理されているという状況です。で、次に、すみません、バイオサンプルのリンクに飛んであげると、こちら、基本的に、オーガニズム情報、どういう生物由来の、情報だったのかのほかに、パッケージと呼ばれる、これは、ゲノムスタンダードコンソーシアムの方で、MIGS、MIXIS といったような、メタデータを記述する、スタンダード標準化の、プロジェクトがありまして、そちらの中で、このプロジェクトバクテリアの場合には、環境サンプルの場合にはどういう、メタデータをつけましょうというのを、標準化している、取り組みで、バイオサンプルのアトリビュート、これ430件ほど、予約された、属性情報が、定義されていて、それに対して、こちらの方でパッケージを選ぶと基本的にオーガニズムネームは必須、それ以外に、いくつか必須に登録しなさい、で分からなかったら、NA だったりミッシングといったような、記述で何らかの、バリューを与えて、登録しなさいといった、
いう、まだ、この辺、DDBJ が2013年から14年に、開始して、もう、メタデータの、記述に関してはかなり揺れているところはあるんですが、こういったメタデータも書きましょう、こうい、という、データベースになっています。ごめんなさい。はい、で、こちらのリンク、を、踏んでもらうと、そのバイオサンプルの、アトリビュートが、どういう、記述するあ、メタデータを、の予約されたキーを持ってて、どういうフォーマットだったり、どういう、値を書いてあげればいいのかというのが、DDBJ のホームページの方から、確認できます。で、ここでサンプルパッケージを選んであげると、動的に、どれが必須であるかというような情報も、得ることができます。で、これは、先ほどの、メタデータの交換も、DDBJ、エンブル、NCBI の方で、交換されているという状況になっています。で、次にタキソノミーデータベースなんですが、先ほどクリックするとこちらの、コリネバクテリウム、シュード、ツバキロシスの、サイトに行ってこちらクリックすると、こういったページ、ここにタキソノミー ID、この ID というのが、非常に、コントロールされていて、サイエンティックネームだったりシノニム、シノニマスな、ネームを、記述して、タクソノミーの、分類体系を、割とコントロールして管理しているデータベースです。で、NCBI タクソノミー DB っていうのは、名称とその分類体系上位、下位の階層に関してもコントロ、整理されていて、でさらに、NCBI タクソノミー DB なんですが、国際インクライアントデータベース、DDBJ や、エンブルに登録された、新規の、生物リソースに対して、新しい、種だったり、サブストレインだったりストレインだったりすいません、新しい種に関しては基本的に新規の ID を発行して登録するっていったような、コントロールがされています。ただ、すいません。で、実際にゲノムアノテーションを DDBJ 等に、登録するときにタキソノミー ID を調べる、実際には、NCBI で自動で、検索に行ったり、生物種名を入力すると、機械的に取りに行くっていうような仕組みが、仕組まれているところもあるんですが、基本的には、自分の、ゲノムを決定した、生物リソースがどのタキソノミー ID なのかっていうのを、ちゃんと押さえて、登録する必要があると。で、ごめんなさい。で、これ何でもいいんですが、興味のあるもし、タキソノミー DB、こちらのタキソノミー DB に行って、こちらに、生物種名、自分の興味のある生物種名を、入れていただくと、タキソノミー ID があるかなければ、新規に登録、タキソノミー ID を登録して、アノテーションを記述するといったような、手順になります。で、実際に、こちらシネコシステス SPPCC6803 という、シアノバクテリアの、ここで、タクソノミックランクとしてはスピーシーズ扱い、SP なんですけれど、階層としてはスピーシーズとして扱われている、タクソノミー ID が1148という、エントリーになっています。で、下位の、サブストレイ、表現系が違って、少し、ジェノタイプフェノタイプが違うような、ゲノムが、5株読まれておりまして、そいつらに対しては、こちらリンククリックしていただくと分かるんですが、タクソノミー ID が、ユニークに発行されている。で、かつ、ランクがノーランクという、タクソノミーの、ランクが、違っている状況です。で、ただ、この辺、
これまでスピーシーズレベルでのタクソノミー ID を、コントロールしようという、ゲノムが、大量に決まるようになってきて、ゲノムのストレインレベルでタクソノミー ID をどんどん発行してたんですよ。それが、さらに、ゲノムが、大量に発行することによって、ID の管理がおぼつかないという状況になりました。そこで、昨年の、2月に、株名に、アサインするのをやめましょう。なので、スピーシーズレベルので、タクソノミー ID があるものはそのタクソノミー ID を記述して、登録しましょう。ただ、もうすでについているものは、深い階層で付けてあげてもいいですよって言ったようなことが、こちらの方に書かれています。なので、ちょっとタクソノミー ID 自体で検索しようと思っても、実際には、同じ生物リソースなんだけど違うタクソノミー ID が、アサインされているという状況が、起こり得て、現状もあるという状況になっています。で、次に、リンク情報の次、こちらの、バイオロジカルフィーチャーの部分のうち、こちら、ソースフィ、フィーチャーとロケーションについて、紹介します。ロケーション、これ INSDC の、ディフィニッション、仕様で決まっている、ロケーションの記法ですね。基本的には、ドットでレンジの前にはドットでつなぎましょう。向きに関しては、逆差の場合にはコンプリメントという、技術で、括弧は気にして、で、こういった、記号で、スタート位置、終末位置が、曖昧なものに関しては、大なり小なりの、記号で、それも説明してあげる。で、2つの、領域が、スプリットしているものが、ジョインしたものに対してアノテーションする場合にはジョイン、さらにジョインコンプリメントといったような、記述、あと、1つのポジションだったり、あるポジションのとあるポジションの、間に対してアノテーションする場合にはといったような記法が全部、用意されています。で、次に、フィーチャークオリファイア、もう、どんどんマニアックになっていくんですが、こちら、生物学的な特徴、フィーチャー記、これ、歴史的な経緯もあるので、どんどん積み上がっている状況なんですが、特徴を表す項目、基本的にはシークエンスオントロジーの、なんですか、ジーンとか CDS っていうような、ボキャブラに相当する、フィーチャーキーと、あとクオリファイア、そのフィーチャーがどういった、属性情報を持てるのかといったものを、このフィーチャークオリファイアで、注釈表現してあげようという、ルールになっています。で、フィーチャーキーに関しては、先ほどちょっとメタデータの記述を、する傾向のあるソースフィーチャーと、配列、いわゆる皆さんよく、扱われる CDS とか、RRNA、ノンコーディング RNA、tRNA といったような、フィーチャーを、配列の中に一定の領域を持つ、記法、あと、一応、あまり見かけないかもしれないんですけど、バリアントとかコンフリクトといったような、配列の、差異や、違いについて記述する、フィーチャーも用意されています。でこれ、厳密には、INSDC、これ DDBJ のホームページの中で、記述される、これちょっと見にくいので、マトリックスになってます。フィーチャーキーに対してどういうクオリファイアを、持てるのか、1個以上必要なの必須なのかオプションなのか、書けないのか、こういったものが、きっちり、コントロールされて、記述されています。ちょっと見にくいですね。で赤く示してあるのが、DDBJ で割 と、推奨している、フィーチャーになります。普通の CDS だとか、あと、tRNA、RRNA だとか、リピートリージョン、そういったものが割 と、ゲノムアノテーションで、つきやすいもの
が、ここに、ハイライトされています。で、さらに、まあ、ちょっと一例として CDS。CDS の場合には、これらの、アトリビュート、キーを、で、アノテーションを記述してあげることができる。で、例えば、まあ、皆さんよく見るのは、ジーンシンボルを記述するジーンだとか、プロダクト、あと、まあ、シュードジーンという、フラグが立ったりとかする、場合、あとトランスレーション、アメリカン配列が記述されている、こういった、ものが、CDS の場合にはこいつらが持てますよといったようなものが、こちらの、フィーチャーテーブルディフィニッションの中に全部細かく記述されているという状況です。で、さらに、まあ、ちょっと前から、コメントも、この配列エントリーに新しい仕様を、入れるのがしんどくなったのか、コメント欄にキーとバリューという構造化した情報を載せて、流通させる、これスラクシャードコメントと呼んでるんですが、こちら、まさに、外部の、プロジェクトからリクエストされて、配列だったりアセンブリに対して記述してくださいといったようなメタデータをこちらの、コメントこれは GSC でゲノムスタンダードコンソーシアムの方で求められているような、アセンブリメソッドとか、ゲノムカバレッジだとかシーケンシングテクノロジーこういった情報をストラクチャードコメントの中に、割とここ、ツール名とバージョン名ここドットスペースが入る入らないとかっていうものも決まった形で、記述してあげるっていった、情報になってます。で、このストラクチャードコメントに関しては、まあこういったものを書いてください。あと、フィニッシングゴールとして、こういった、ステータスをちゃんと記述してください。すいません、もうこの辺がマニアックの最後です。で、さっきちらっとお話ししましたが、アセンブリー DB と、まずゲノム配列を、束ねる、アセンブリーという単位で、ゲノム今まで、バイオプロジェクトというものが、その配列を束ねる役割をしていたんですが、結局のところ一つのプロジェクトに対して複数のゲノムが貼り付いたりとか、ユニークにならなかったりという状況があり、で、アセンブリーという単位で、データを管理して、交換しましょうという流れになっています。で、これ NCBI の、アセンブリーDB、こちらが、割と配列がちゃんと決定した、ゲノムのリストを、確認するのに非常に有効な DB になってます。で、ごめんなさい、こちら、まあ、何らかの情報、何入れていいかよくわからない場合には、とりあえず、ブラウズ、バイ、オーガニズムといったような、リンクを踏んであげると、まあ、デフォルトでは、ユーカリオーテスのタクソノミー ID が入力されて、こちらに、現在の、アセンブリー DB にエントリーの件数がリストされる。で、まあ、こちら、適当に、シアノバクテリアと入れてあげると、タクソノミー ID も含めた入力保管がされて、そのシアノバクテリア以下のエントリーが、全データがリストすることができるという状況です。で、でアドバンスサーチの方に行くと、先ほど、ストラクチャードコメントで記述したような、これすみません、これは違いますね、アセンブリーレベル、まあ、スキャッフォールドなのかコンティグなのか、こういった、N が、ギャップを含む含まないといったような、ゲノム配列のステ、レベルを記述する、ボキャブラリーが決まっていて、こちらを選択することで、ギャップのないゲノムのプロジェクトを選別したりといったような検索をすることができます。はい。で、じゃあ、リファレンス、リファレンスガイド、なんだっけ、ガイドシーケンスかな、
実際にマッピングして、ガイドにした、配列だったり、アセンブリーの、データを選択するといったようなことも、こちらのサーチからできるので、一つのリファレンスに対して複数アセンブリーのエントリーがある場合には、それを束ねることもできます。で、それが、まあ、組み合わせて検索することができるので、生物種で絞り込んでさらにその中でコンプリートゲノムだけを取り出したいとかといったような、使い方にが、アセンブリー DB を介して、実現できます。はい。で、この辺が INSDC に、の、ゲノムアノテーションに関連したデータベースの紹介で、さらに、ゲノムアノテーション、すごく、さらにマニアックになってしまうんですが、基本的にアノテーションっていうのは何ですか、ある程度コントロールされたボキャブラリー、先ほど大野さんのお話にあったように、ジーンオントロジー、共通のコントロールされたボキャブラリーのを、遺伝子に注釈するしないと、まあ、再利用性とか、どれが一致しているのか、違っているのかっていうのが、判別しにくいという状況がある。でこちらは、NCBI の方で、まあ、主に、原核生物のミニマルスタンダードを、決めるという、まあ、割と、毎年1回、ワークショップ開かれている中で、どういったアノテーションが、まあ、最低、条件を満たすべきなのかといったような、記述がこちらの、リンクのところに書かれています。ざっくり説明すると、まあ、ISCC の、サブミッションに、従いなさい、つまり、先ほど延々と話してきた、細かいルールに従って書きなさい、例えばローカスタグをちゃんとつけましょうとか、まあ、サブミッションの時に、フィーチャーテーブルディフィニッションの、文言をちゃんと書きましょうといったような、ものプラス、まあ、tRNA だったり、CDS に関して、ちゃんとローカスタグつけて、まあ、少なくとも1個あるようなアノテーションをちゃんとしましょうだとか、あと、まあある条件で、バリデーションして、まあ統計情報もちゃんと確認しましょう。でさらに、イレギュラーなアノテーションがあったら、まあ、ちゃんと実験的なエビデンスを記述して、それも記述しましょうといったような、まあざっくりしたガイドラインが、提案されている状況です。でさらに、機能アノテーションその、まあ、真核生物割と高等真核生物に関しては、ジーンオントロジーという、仕組みが、機能してるんですが、まあ、バクテリアの場合には、かなり名前が揺れているという状況が、原核生物の場合には、名前が揺れているという状況があるんですが、まあマニュアルキュレーターを用して、割とコントロールしてきた、スイスプロット、今、まあ、ユニプロット KB の、データベース上で、プロテインネーミングガイドラインというのが立っています。これ、もうマニアックの極致なので、興味があれば見ていただければと思うんですが、例えば、プロテインの、インの、後ろが E で終わらないとか、アメリカ英語を使いましょうとか、ギリシャ数字は使って、避けましょうといったような、ガイドラインから、まあ、また、ノメンクラチャ、何でしょう、アラビダプシスだったらマウスだったら、シーエレガンスだったら、こういうアノテーションをつけましょうといったような割と論文化されているものがリストされていたり、プロテインファミリーに対してはこういうネーミングをしましょうといったようなものが、こちらにリストされているので、まあ、もしご興味があったら、こういった資料もあります。でさらに、まあスイスプロットの中でプロカリオートの、原核生物に関して、より、細かいガイドライン、細かい、追加した、ガイドラインがこちら、こういった、まあ、ゲノムアノテーションの標準化の、枠組みで、まあ、これ、今に始まったものではなくて、以前からマニュアルキュレーションの、知識の蓄積から、順に積み上げられていった、ものです。で、
はい、ちょっと最後に、近いんですが、ゲノムアノテーション、今まで、基本的には原核生物について、主に話していたんですが、原核生物の場合、なんでガイドラインを提案すると、ある程度自動で、特に原核生物の場合、厳密に言うと CDS イコールジーンという、5-3-UTR の、実験情報がない状況なので、CDS イコールジーンという、アノテーションが、流通している状況なんですが、それでもそのプロテインコーディ、コーディングシーケンス、コーディングリージョンに関してある程度予測精度が90数%と高い状況なので、ある程度自動化、できるだろうという状況です。ただ真核生物の場合にはやっぱりエクソイントロ構造を持っているという状況が、非常に予測精度をあまり、高められないという状況で、実際に、現在でもあまりリファレンスがないようなものに関しては、EST フルレングス CDNA などで、実験的に、翻訳配列だったり、遺伝子の、アミノ酸をコードした領域に関する実験データを足して、マニュアルでさらにキュレーションしないと構造アノテーションがきれいにならないというような、問題があります。で、はい、こちらの、YouTube の方で、新潟大の阿部先生の方が、真核生物に関して、非常になんか、特に、今回ちょっといろいろ端折ってしまったんですが、ツールの、原理について等、も含めて、ご講演されているので、真核生物に関してご興味があったらこちらをご覧ください。はい、すみません、ちょっと、あと30分、まだ40分。はい。で、DDBJ の登録、ちょっと、まだ、ガラガラポンというわけにはいかないんですが、割と整備されているのと、今年度もかなり、一元的に登録できるような、開発進みそうな状況ですが、現状、D-WAY という DDBJ 登録用のアカウントを作って、ゲノムアノテーションを登録する場合、バイオプロジェクトを登録して、バイオサンプルを登録して、必要に応じて DRA、アノテーションシーケンスを登録するっていうようなものが、独立してやる必要があると。で、NGS のデータ、生データを、DRA に登録する以外に、コンティグとかスキャッフォールド、WGS という、フォールゲノムショットガンという、仕組みでアノテーションせずに、登録するという仕組みもあったり、割とコンティグとコンティグの間、スキャフォールドのレベルで、つないだ形で N が何個とか、仮定して、シュードモレキュールを作って、登録する、コンっていうような、登録の仕方もあります。はい、というのが、すみません、非常に長かったんですが、ゲノムアノテーションの、前提知識で、こういったものをこれまで、頭の中に入れて、機械的に処理したり、言ったようなことを、これまでやってきました。で、これで、ファスタから、順番形式だったり DDBJ 形式できるのという、ところなんですが、原核生物の場合現在、アノテーションパイプラインが、開発されています。これ、遺伝研の、スパコンで運用されている、MyGap という、自動アノテーションパイプライン。それ以外に、有名どころだと、RAST っていう、だったり NCBI の PGap、こういったものが、自動パイプラインとして割と有名なもの。すみません、質問。はい。ちょっと戻りたいんですけども、DDBJ に登録するときに、はい、DA アカウント作成してバイオプロジェクト登録してバイオサンプル登録して、はい、その後ちょっと持っているのはスキャフォールにしてのデータを持っているんですけど、はい、その場合はスキャフォールドの場合には、基本的にはちょっと現状スキャフォールド単位で登録できるかどうか、ちょっと前まではそのコンという形で、ピースエントリー、N の含まないものにばらしてあげて、かつ
その、エントリー間の、右左の関係を AGP ファイルという、そのコンティグの位置関係を記述する、フォーマットがあるんですけど、それはどこに相談したいんですか。DT 実は来たかったからでやってもらったやつを、はい、まあ、納品してもらった形がそういうパスタのスキャホールが積み上げた状態になったりしてるんですけど、そのデータを登録は可能なんですか。それともこれ、まず、まあ、割と DDBJ はなんですか、ヒューマンインターフェースでメールベースで相談にも乗ってくれる体制なので、まず、問い合わせ、はい、DDBJ の登録の、現状 DDBJ の、MAS システム、あの MSS っていう、窓口が、登録の窓口になると思いますので、そちらに、はい、問い合わせていただければと思います。で、まあ、こういった、パイプラインがあって、割と僕の方で今ゲノムを、10株20株とか抱えている状況で、もう、1から見てられないという場合には、こう、プロッカという、まあ、コマンドラインだけで全自動でアノテーションするといったような、ものも、割とこれ、遺伝検査パソコンで、1ゲノム5分ぐらいで、すごくちっちゃいマシンでも5分ぐらいで回るので、割と大量にさばけるのでちょっと、気に入ってるんですが、まあ、やっぱりマイギャップの方に関しては、昨日川野さんから、ご紹介あったかもしれないですが、パイプラインのワークフローを、DB を、どれをアサインして、どういう、ワークフローで処理するかっていったものを、デザインできるところとか、細かいところをチューニングできるので、やはり、こういったものを使っていただきたい、特に、マイギャップを使っていただきたいと考えていまして、はい、で次に、ちょっとずつそのマイギャップの、話から、我々開発している、ゲノムリファインの話になるんですが、まずマイギャップ、基本的に、ユーザーレベル、最初は、ブロンズで、シルバー、ゴールド、まあ、確か今10回以上使うと格上げするとか、多分リクエストすれば上げていただけるという状況なんですが、まあ、デフォルト、ブロンズで、まあ、選択できるのはこの辺のリニア、サーキュラーか、バクテリアーキア、ユーカリオなんかの、どの、生物種で、翻訳、ジェネティックコードが、何番かといったような、パラメータと、あと配列を、まあ、これマルチハスタですが、投げてランしてあげると、まあ、割と混んでるんですが、1日から数日待てば、今はそうですね、まあ、昨日投げたやつは、今日帰ってくるぐらいの、この時には、まあ、8件溜まっているという状況です。そうすると、結果が返ってくると。でこれ、マイギャップの出力結果なんですが、基本的には、まあ、まずざっくり見たいという目的のために、ブラストとか、すごく時間のかかる処理を除いて、アノテーションファイルに、自動的に変換するといったような、このビフォーアノテーションっていう、フォーマットと、さらに、最終的にそのNCBI の NR だったり、エンブル、コグといったような、DB に当てた、結果を返す、まあ、最終的にはこちらを使っていただければ、を起点に、何か、解析していただければいいんだと思います。で、でただ先ほどちょっと紹介したんですが、この辺 DDBJ の、登録フォーマットなんですが、直接受け付けてくれないという、いくつか細かいところで、問題がある状況です。で、また、研究者の方によっては、自分の興味の対象の遺伝子がないとか、まあ、あるべきハウスキーピングの遺伝子がないといったところ
の、遺伝子を取りこぼしに関しては、まあ組み合わせることもできるんですが、基本的にはグリマー、まあ、真核の場合、原核生物の場合には、グリマーか、メタジンアノテータという、遺伝子発見ソフトを使って、処理しています。で、まあ取りこぼしというのはしょうがないんですが、まあ、ちょっとツールの紹介のみ、これ、ゲノムアクチャーという、東北大の大坪先生、大坪さんが、まあ、開発している、まあ、DACOS 上のみでしか使えないんですが、割と実験研究者よりの、そのギャップクロージングだったり、この場合には、そのコンパラティブ、シーケンスのアノテーション支援という機能の中で、ORF に対してブラストサーチをかけて、スタートコドンの位置を、ポチポチ、修正できる機能だったり、あとは、バッチでブラスト X とかを当てて、ORF を抽出したり、ヒットがないので削除するといったような、ツールを、開発しています。で、さらにこちら、まあ、手前ミスなんですが、ゲノムリファインを、ようやく、紹介させていただきたいと思います。で、こちら、基本的には機能アノテーションの、自動と手動で、編集できる環境を提供するっていうのが目的でして、まあ基本的には、まあNGS のデータを、ゲノム情報に、落とし込むところをどんどん自動化しないと、増大して、つかないという状況で、まあ、なんとか自動で回すとこ、あとただかゆいところに手が届くような、インターフェースを用意したいというところで、自動と手動両方の、環境を提供するということをしています。で、このリファインメントの、手動でやってたところを、なんとか、あ、ごめんなさい、これある某、研究会の時に、ユーザー、マイギャップのユーザーさんから要望があったんですが、直接 DDBJ に配列登録できるようにしてください。まず、ゲノムリファイン目標にしているのが、まあ、この部分です。あと、ちょっとマイギャップ連続、の制限解除してくださいというのは、なかなか、遺伝系スパコのリソース、限られたリソースを使っているので難しい状況なんですが、配列アノテーション、マイギャップの結果をなんとか、DDB で直接放り込む、そのために、まあ、ゲノムリファインというのをちょっと、現在開発しています。ちょっとまだ DDB で登録フォーマットを完全準備する形はできてないんですが、今年度の、早いうちに、こちら対応したいというふうに考えています。で、ゲノムリファイン何してるかというと、基本的にマイギャップのデータを入力して、ゲノムアノテーションファイル、きれいな、アノテーションを、に、クレンジングしたり、編集するという機能を持っています。で、統合アノテータ、まさに午前中お話しされた、EBCS の山本さんが、開発されている、統合アノテータという、テキストマイニング技術で、名称を、自動で、変換するというツールと、あと、我々統合アノテーションという、ソーシャルブックマークの仕組みで、アノテーションしたデータを、保存編集できる、ウェブサービスを、運用しておりまして、それらを組み合わせるでかつ、ゲノムデータベースを提供することで、なんかきれいなアノテーションをする環境を提供しています。まあ、ちょっと簡単に統合アノテーターとは、テキストする技術で、はい、僕が話せ山本さんに話していただいた方がいいぐらいなんですが、基本的に辞書にあるものは、そのまま、そうじゃないものに関してはアプロクシメントマッチで、ある一定のスコアで、判断して、編集するしないといったような、処理をしています。で、まあ、具体的な例を見てもらった方が早いと思うんですけど、こういった、アノテーションパイプラインから返ってきた結果がこういう統合アノテータを返すと名前がきれいになって、返ってくるというような、ものが、機能として実装されています。で、統合アノテーションというのは基本的にソーシャルブックマークで、まあ、何か、生物学的なエンティティに対して、タグ付けする、で、そのちっちゃい粒度のデータを保存する、環境として、構築しているんですが、それは API を使ってゲノム、データベース上で、編集ボタンで、機能アノテーション と、遺伝子シンボルの編集機能を提供するといったようなことをしています。で、こ
これ、ゲノムリファインとトーガノテーションというのは同じ認証サーバーを介しているので、同じアカウントで、データが共有できる。さらに、でグループ情報グループ間で、まあ、例えば共同研究者とか、特定のグループで、データを共有する、なんて汎用的なユーザー認証の仕組みはないんですが、そこをちょっとオープン ID というユーザー認証の仕組みを拡張して、うまくデータを、グループで共有するようなことを実現しています。でさらにその、ビゼルス統合データベースマイクロブ DB でも同じ認証サーバーを使うことで、こちら認証を、データ共有を、実現しています。ですみません、後でちょっと デモをさせていただいて実際に触っていただくたいと思うんですが、実際にはこれ、1回ジョブを投げると、6分から10分ぐらい、処理が走った後、まあデータベースが、生成されます。ただ、皆さんにやっていただくと、まあ、スタックして終わって、この講習終わってしまうので、もしご興味があってマイギャップの結果をその なんとか次の処理をしたいとか、ご興味ある方は、まあ、あの講習会の後に、ぜひ使っていただき、あの割とアルファ版で、ガタピシしているところあるんですが、順次対応していきたいと思っています。で、まあ、使い方としては実際、グループを作るかもしくは既存のグループを選択してプライベートかパブリックを選択すると、非公開でデータベースを、生成したり、まあ、最初から公開してしまうこともできます。で、入力ファイルとしては、マイギャップの、結果の CSV ファイルを圧縮したもの と、配列し、ファストファイルをの圧縮ファイルをそのままポストするといった、もう、マイギャップに依存したこちらの CSV と、配列ファイルをアップロードして、で、基本的には、現状ちょっとメタデータ、この時にはバイオサンプルがまだ、ちょっと未知数だった状況だったので、現状バイオプロジェクトの情報だけが入力項目としてあるんですが、こっちです、デフォルトとしてはオーガニズムネームを入力してあげると、データベースができて、共有してもらうことができると。でさらに、機能的にはユーザーアカウント、グループを作った人がアドミンになって、メールアドレスで、共有したい人に対して一括、一斉に、アカウントを作って招待するっていう機能があります。なので共同研究者の方たちに、はい、送信して、共同で編集する環境も提供できます。で、こちらのプロジェクトの、リストの、データベースのここの、チェックのところで、各データベースにリンクがあります。で、まあ、ちょっと課題として、こういったまだまだ、精度向上だったり DBG 登録形式の、完全実況、先ほどのコーン WGS AGP ファイルの生成とかこういった、対応をちょっとまだまだ、追いついてないんですが、順次行っている状況です。あと、すでに開発済みなんですが、あの、ミーギャップという、東工大の、森さんのが、開発された、メタゲノム解析パイプライン、ミーギャップの、結果とメタデータを受け取って、変換して、マイクロブ DB とデータ共有するといったような、機能も、実装しています。まあ、ざっくり、マイギャップの結果を受け取って、マイクロブ DB で、さらにデータ解析できる、まあ、ゲートウェイの役割をしています。で、さらに、現状ちょっとまだ未実装なんですが、規制研の内山先生のところで、要するに MBDD の、プライベートなデータを、に対して MBDD のクラスター ID をアサインして、処理してデータを返すといったようなところも今開発中ですので、そこで、よりマイクロ、統合微生物 DB の方が、リッチになっていく予定です。で、はい、でちょっと使ってぜひ、イメージ触っていただくとイメージがつくのかなと思うので、
こちらの、ゲノムアノテーション .jp/、ゲノムリファインというところに、ちょっとキャッシュが残った、はい、どこだっけ、はい、こちら今回のデモ用に、デモアットアノテーション JP でパスワードが、AJAX54 という、パスワードで、皆さんサインインできるような状況になってますので、ぜひ、触ってみてください。一応、僕のちょっと今サインインがのキャッシュが残ってた。ちょっとサインインしたままだったので、でもアノテーション JP でパスワードを入力して、サインインすると、サインインできたと。で、もう一度、ゲノムリファインのサイトに行っていただくと、これサインインしている状態です。で、自分自身が、メンバーになっているグループの、データというのはプロジェクト一覧の中に、これ今、デモユーザーが、アサインされているグループ、サンプルグループというところに、2つ入っています。で、まあ、ちょっとガタピしているので、失敗しているデータとかもあるんですが、こちらは、普通に、処理が完了してデータが共有できていると。でこちらの、ゲノムリストの、ゲノムデータベースというところをのチェックをクリックしてもらうと、これシアノベース、卵巣ゲノムデータベースシアノベースと同じデータベースシステムを使ってまして、普通に、ブラストサーチとキーワード検索ぐらいの、環境を提供できると。で、例えばここで、どんな、で検索す ると、マイギャップの、自動で、アノテーションされた、検索結果がデフォルトに入ってきて、こちら、ドナー A が出てくる。こちらクリックすると、遺伝子のページに飛びます。でここで、例えばなんかこうちょっとすでに修正してあるんですけど、この、例えばこの、最後のドナー A とかを削ってみたりとかすると、アノテーションがこちらに編集されたという状況です。で、ちょっと検索がリアルタイムではないので検索 と、この値っていうのは不一致なんですが、最終的には、ジェンバンク形式だったりゲノムのアウトプット形式はこちらの編集が反映された形でアウトプットすることができるという、状況になっています。で、次に、こちら、マイクロブで db.jp こちらアクセスすると、基本的に、サインインしてない状態だと、何も情報インフォメーションがないんですが、これサインインボタンをクリックするとすでにもう、認証サーバーにサインインしている状態なので、こちら、ワンクリックで、マイクロブ DB のプライベートなデータにも、アクセスすることができます。でこちらの場合には、グループデータを、一元管理しているので、ここで例えばドナー A とかって検索してあげると、ここに、まだ、ちょっといろいろ表示してほしくないものがされたりとか、順次、開発しているところなんですが、2つのゲノムプロジェクトのドナー A にのキーワードで検索してきたデータが、表示されると、グループデータを、非公開のまま、シェアすることが、実現できて、編集したものがこちらに反映、
まあ、1日1回の更新なんでちょっと、ディレイはあるんですが、反映するって言って編集すると、反映するといったような、仕組みで開発が進んでいる状況です。はい、あと20分ぐらいあるんですか、すいません。紹介した通り、まあ、出ました通り、プロジェクト、マイギャップの結果を、マイクロブ DB 上で表示して、まあ、こちらはちょっと、プロジェクトの、情報だったり、遺伝子のアノテーションへの、キーワード検索等が、できる状況になってまして、現在DDBJ 配列登録フォーマットを、完全人化する形での、開発を進めている状況です。はい、すみません。ちょっと、不慣れなところもあって、駆け足でかつ、15分ぐらい、まだあるようなんですが、発表予定していた発表は以上になります。